今日は葉山網走港から、鈴木ボート店からですね、ボートのシロギス釣りに来ております。結構シロギスは当たりが多いんですけど、マゴチ用の餌になるメゴチがほとんど釣れないという。さあ、2人で竿3本で、メゴチが2匹だけです。あとほとんどシロギス、あと、ゲドウにヒイラギが混じったりなんかしますけど、そんな感じで、ちょっと曇天なんですけど、風もすごく弱くて、お、なんか来たみたいですね。来ましたか？ましたね。いいですね。かかったような。外れてたりして。かかってるね。結構、肩良さそうなんじゃない？言い方のシロギスが釣りました。はい、はい、お願いします。ダブルです。はい、ダブル。あ、ダブルか。すごい。はい、と上がりました。今2時ですけど、彼が釣りました。マゴチです。メゴチを餌にして泳がせて9時10分ぐらいですね。上がったらね、確かね、全長50センチ近くあるのかな。曲がってるからなんともあれですけど、いい釣りができました。あとシロギスもこんな感じで結構たくさん釣れましたので、楽しい釣りが過ごせました。というわけでした。